ちょっとじゃあ2人どうなのかっていうのをね、国語にはやっぱまだまだ苦戦はしてるから、早稲田の壁ってやっぱすごく高いものがあるから、この生意気な小僧みたいな感じで感じた？感じるし、その中途半端な自信でやっぱり受けに行くっていうのが一番、うん、そうメンタル的にも良くないというか、うん、変わったなぁ人って変わる。今までなんか、うん、やっぱ入試受けに行く中で自分は今まであんまり勉強してこなかったから、うん、やっぱ受けてもダメなんじゃないかとか、そういう風にずっと考えてたりとか、もう余計なこと頭に浮かんじゃうから、うん、もう本当に開き直った方がいいというか。そうだ、始まりました、もてつチャンネル。すごいもう喋り進んでましたけど、はい、そんな感じで今回ちょっとね、早稲校始まって平さんが担任になったということで、うん、はい、担任に就任いたしましたので担任に就任なんかよくわかんないですが、ちょっとじゃあ2人どうなのかっていうのをですね、うん、まあ、関係性とともにどんな感じでやってるのかをもういくらでも言っていただいていいので、早稲校について、はい、うん、ある意味宣伝になるかもしれないので。そうだけどね、はい、ちょっとお願いします、うん、俺は結構うまい具合に進んでるんじゃないかなとは思って見てるけどね、うん、そう、結構うちの塾入ってきた時は本当にこうなんか質より量派だったんだよね、すごくね、こう回転率重視というかね。で、確かにこう単純暗記系のものっていうのはタイプによってはある程度それっていうのは言えるんですけど、たださっきのね収録でもあったように、国語だったりとか英語の読解問題だったりとか、ああいうのって、まあ、いつも俺言ってるけど、同じ問題は出ないけど同じような問題しか出ないってなった時に、やっぱりこう一台一台のその回答プロセスっていうものをちゃんと自分の中にこう落とし込めてるかっていうところがすごく重要なんだよね。だからもちろんね、こう練習量っていうのは大事なんだけど、それは適切なリズムと適切なやり方、それから丁寧な精度があってこその量だったりするから、だからこう同じような問題が解けるようになるためには、やっぱり一回一回のそのクオリティが洗練されてないといけないんだよね。目つむってシュートばっかり打っても仕方がないっていうか、っていうところだったりするから、まあでもそこのところに対する改善がこう近頃こう見受けられるんで、まあ、僕はいいんじゃないかなと。ただこの間ね、共通テスト系の古文の練習してたら、やっぱりなかなか国語にはやっぱまだまだ苦戦はしてるから、間違えた問題に対してね、こうちゃんとアプローチはしていけないといけないかなとは思いますよね。どうですか、何してもとにかく俺ね、大田君国語だと思うけどね。そうですね、本当に国語が上がると多分ね、英語とかの感覚もだいぶ変わってくると思うよ。そうですね、国語をうまく英語に落とし込めればと思いますね、うん、それ俺が言ったやつですよ、ね、もう浅いって言われちゃってどうしようかね、俺がずっと喋っててもあれやからな。量だと思ってたの、前はやっぱ量やんなきゃだと思ってたってこと。量質よりもそうですね、とにかく周回数をやって、もとにかく早く参考書を渡してどん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 追加して追加してってやればいいと思ってたんですけど、うんうんうん、なるほど、うん、でもそこに平さんはモノモースというか、そうそうそう、違う違うっていうの、うん、やっぱね、このタイプの子って一定数いるんで、うん、うん、でその空気感ってやっぱ分かるんですよね、うん、話したり勉強報告見たりしてると、うんうん、でやっぱり修正すべきポイントって一発で分かるんで、ほうほうほう、で結構まあこれ森哲ちゃんも分かると思うけど、俺たち講師ってさ、生徒の質問を見てたらその子の実力ってある程度分かるじゃないですか。そうなんですよ、やっぱ質問が浅いのよねでその浅さの理由っていうのが、頭悪いとかそういうことじゃなくって、もっとちゃんと見てよみたいなことなんだよね、うん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 、これわかるでしょって、こうしたら簡単にわかるじゃんみたいなことばっかりだったりするから、あるいはもう思いっきり今日のね朝の漢文の質問なんかも思いっきり書いてあんのに質問してくる、要は自分でちゃんとよく見ると参考書とかの解説をね、うんうん、っていうようなことすらも足りてないとかだったりするから、やっぱそういうところからなんかこういろいろ雑な子なんだなってところは分かったんですよね、うん、頭悪いわけじゃないんだけど、雑であるがゆえに経験が次の経験に応用されないというね。だからこのタイプの子っていうのは毎回毎回新しい問題に当たるたび初めての問題に当たるような感覚になるんですよ、うん、だけどこれ一回一回の経験がちゃんと洗練されてて自分の能力が錬磨されていくと、これ何が起きるかっていうと、毎回同じような感覚で問題解くんですよね。多少の傾向の変化やタイプの違いがあっても、こうやってきた経験に厚みがあるから、だから対応できちゃうんですよね、うん、そういう男になってほしいなというふうに思ってますね。実際どうですか、それ聞いてみて。実際その早稲田の開示が出てから、うん、マジで調子に乗らなくなったというか、僕今まで調子乗ってた、やっぱ調子乗ってた。あの動画って怖いよね。だってさ、大畑くんさ、なんて笑顔が素敵で素直そうな子なんだみたいな感じで皆さんおっしゃってるわけだけど、実際指導してる俺からすると、
この生意気な小僧みたいな感じでもうね、切れないのに必死なわけですよいちいち口答えもしてくるしまあまあそういうのね、あるんでね。そうそうそう、まあまあまあわかります。素直さって、ね、大事だからね、伸びるには。特にもうどっかで自分は頭いいと思ってるんですよ、本当に、うんうん、もう僕みたいな生徒だと、そのマーチで仮面してる人とかもたくさんいると思うんですけど、うん、本当に自分は去年必死からマーチに受かってるしみたいな、そんな中途半端な自信でもうずっとじゃあ、でも確かにさ、あのほらこう他のさマーチラインの開示なんかも見せてくれたじゃん。惜しかったよね他の落ちたマーチもね、めちゃくちゃ惜しかったよね、うん、っていうこと考えるとやっぱずっとくどいけど、やっぱ、まあ、明治までと早稲田より上の壁っていうのは本当あるよね、この数字見てもね。雑で伸びんのは日本史もう社会科目まで、うん、ですね。こっからは後で動画外で話すけど、小畑くんの日本史もね、まだ上がるよ。というのも、社学がやっぱりまあ24、5点ぐらいしか取れてないわけですよ。で、これね、こっから上の世界ってね、知識だけじゃないのね。要は、ある一定のレベル感までは、みんな、これはこれだな、これはこれだな、これはこれだな、みたいな感じで、知識を当てがえて問題解くんですよ。で、こう一個ずつ知識で消去していくみたいな感じだったりするんだけど、日本史もね、こっから上の世界、要は8割とか9割とかうちの塾で取っていくようなやつになってくると、やっぱりいかにずる賢く問題を解くかっていうか、アプローチの仕方で変わってくんのよ。消去法の精度だったりとか、直接的にはこの知識知らなくても、時代背景から類推するとこの選択肢はありえないよねとか、そういうこう類推の力とかを高めていきたいと思って、で、それをじゃあどうやっていくかっていうと、まあうちの相沢先生の授業と、あとやっぱりまあそれが唯一できる問題集があるから、まあそういったところをちょっとこうね、これからね、あてがえていこうというふうに思ってます。結構力あるから。だって今さ、ヒストリアやってるじゃん、日本史の問題集、はい、あれ結構難しいからね。あれがやっぱりこうそれなりに楽に感じてきてるってことは、俺に言わせると、やっぱり知識あてがえて問題を解いていくっていうところのその能力値っていうのはある程度もう限界値に達してきている可能性が高いです。だからこっから上の世界っていうのはやっぱこう解放の世界になってくると思うから、まあちょっと洗練させていかないといけないかなと思いますね、うん、なるほど。じゃあ何が足りないと思います？でもいや、メンタル面とかさ。メンタル面、あ、でも彼はメンタル面は大丈夫だと思うよ。あんまりビビる性格じゃないから。うん。ただ、最近ね、ちょっとこう一緒に決めたけど、やっぱり共通テスト受けますっていう話になってね、受けないっていう話だったんだけど、受けるってことにして、うん、で、まあ俺も受けた方がいいと思ってて、共通テストの今後模試だよね。まあ7月末とかから河合の前頭とか、あのあたりから結果をちょっと出しに行きたいなと思ってんだけど、うん、やっぱね、模試が全てじゃないんだけど、でも、俺なんかは結構模試を重視するんですよね、マーク模試はね。で、なんでマーク模試重視するかっていうと、点数が取れてる云々っていうのもまあもちろんなんですけど、うん、判定はどうでもいいんですよ、ぶっちゃけ。うん、だけど、二つの観点で見てほしくて、まず一つは、点数が 80% 以上あるかっていう、自己採点でね。うん、まずこれ第一段階。で、第二段階は成績が返ってきて、偏差値が65以上あるかってとこ見てほしいんですよ。で、この二つが超えられてると、結構試験本番でも、まあそれなりにマーチラインは何か起こるんですよね。これがまずあって、あとは、やっぱこの模試を通じて、まあそれなりに自分の納得いく結果を出せたっていうことが続いていくと、まあ、勝ち癖がついていくんですよね。はいはい。まあこれよく言ってますね、うん。俺はね、やっぱ勝ち癖をつけることによって、でなんか試験本番でこう自分の力を思う通りに発揮できるっていうその体質ができると思ってて、これなんで俺がこういうこと結構うるさく言うかっていうと、俺って学生時代極真空手を4年間やってたんですよね。極真空手の試合をやったり見たりしてると分かるんだけど、格上と格下の試合ってあるんですよ。これは自分がやってる時もそうなんだけど、自分が格上の場合はもうね、相手の全てが見えるんだよねああどうせ下段この後蹴ってくんだろうなって、はい下段から、はい上段狙ったねみたいな感じでさばいて、あーこいつ多分もう視野が今俺にこうなってるなみたいな、だったらこうもうワンツーからの上段回し蹴りのコンビネーションで顔面打ち抜いていくかみたいなところとかで、それが面白い具合にこう予測と決め手が決まったりするんですよね、相手が格下の場合ね。でまた黒帯同士の全日本とか世界大会とか見てても、やっぱね、格上の相手に対して明らかな格下ってね、もう何もできなくなるんだよね。でも多分その格下のやつも黒帯とかだったりすると、自分の道場では道場生とかを指導したりしてるんですよ、しっかりと、うんうん、っていうことを考えると、やっぱね、いかに早稲田の入試問題に対して、まあお前ぐらい普通だぜっていう姿勢で当たれるかっていうのは、これね、やっぱ普段の過去問とかでのこう出来具合とかがやっぱ自分の自信になったりとかするし、あとはマーク模試を通してこう確実にね、このぐらいの模試だったら俺力発揮全然できるし勝てるぜっていうことを、頭で勝ちたいじゃなくて勝てるぜってことを頭でも体でも知ってるってことが結構重要な気がしてて、だからね、勝ち癖っていうのは僕はすごくなかなか言語化するのが難しい感覚ではあるんだけど、非常に重視してます。あと言うなら、まあその勉強時間も純粋な、その、うん、結構自信につながったりするんですよ、本当に、うん、
もう自分マジでそれがなかったから本番の練習でもずっともうなんか泣きそうだったし、ちょっと自分がやってきたことに疑いを持ってたんだね。やってきたことっていう、純粋に勉強時間も全然取ってなかったんで僕、うん、それなのにあんなに気が強かったんだねそこなんだよなうん、まあでも君なんとかなると思うな。今回成績開示見ても、まあ俺は思うほど悪くなかったと思ってるから、これは結構可能性はあるんじゃないかなと見てますけどね。ただやっぱ何にしてもね、さっきも言ったけど明治までと早稲田の壁ってやっぱすごく高いものがあるから、だからもうしっかりと数受けて、今後ね7月中旬とか後半ぐらいから過去問演習とかに行かせたりするけど、丁寧にちょっとこう回していかないといけないですよね。本当にね、その1台がしっかりとできるようになったら今後やってくる5台10台もできるようになるからね。それぐらいプロセスは一緒だから、あとはヒントを見つける観察力と、そのヒントを使って絞り込む判断力だったりするから、であとはまあそれを支える、ね、土台となる知識だよね。まあ、その辺はね、まあ、英語だったら森田先生の授業でね、やっぱりこうあれこれと言うからもうちゃんと積極的にメモ取ってねっていうところだったりすると思うんでね、うん、まあ、この間のね大倉優子さんのね早稲田教育の動画とかでもさ、森てっちゃんはさ、これは早慶クラスでは僕言いますねみたいなこととか言ったりするわけですよ。やっぱ実際言うし出るからさ、そういうのは積極的にメモって、で大学に入ってからもさ、メモって大事なんで、もう教授とかいちいちねこれメモってくださいって言わないからね。うん、まあそういうところでね、まあアカデミックの世界に入る準備をして見事に合格をね掴んでいってもらえたらいいんじゃないかなと思います、うん、森てっちゃんさ、そんなに電気代が気になるから、ね、電気代じゃないよこれ、うん、このやつを出してくださいって言われて、うん、こっちに3週間待って、うん、書類全部不備みたいなの書いて、うん、やり直しかいってあんだけ待たされたのに全部やり直しかいみたいな。じゃあ、ちょっといいんですか、もっと早稲語アピールしないと。いやもうだってアピールすることがないんだよな、もうねYouTube のまんまですよ、ほんと。うん、そう。お、宣伝してくれるの？はい。じゃあちょっと言って言って言って。え、え、ああ特にない、ないんかい。忘れやった、後忘れやったでもまあ、でもいつでもなんて言うんだろう、そう、聞けるっていうのがでかいし、うん、質問対応もやばい、浅い、うん、また浅い、また浅いよし、じゃあそういうことで、じゃあ今後も2人でやっていってもらえればいいと思いますので、はい、ピノキオの花はへし折ったということで、うん、今後期待してますので、はい、ぜひ頑張ってください。はい、よいしょ、ありがとうございました。テキサチン、はい、丸い類ビチュビチュ